始まりました。ワルバ長老対決、水戸港隊長緑川コーチ、そして、浦安港のワルバの頭脳根本コーチの、なんと今日はバーテ対決です。イエーイ。ちょっと硬いですね。一言どうぞ。負けません。負けません。一言お願いします。楽勝です。楽勝です。バチバチしております。ルールはとっても簡単です。ハーフラインから、あちらのバーですね。じゃんけん、じゃんけん先行根本、あ、緑川先行。緑川ちょっと勝ちにいってる顔です。あ、一言どうぞ。蹴る前に一発で当てます。一発で当てます。みんな見ててよ。出ました、一発宣言。よし、お願いします。ピーッ。アップですよ。聞きましたか皆さん。言い訳してます。言い訳です。あ、そして見てください皆さん、桃裏をよし。さあ、これを当てれば、まだまだズロー根本コーチの勝ちになります。お願いします。ピッ。届か危ないですよ。届かない。柔らかいキックで行ったかと思いきや、いやちょっと失速しましたね、一瞬ね。大丈夫か、足ちょっと落ちてるじゃないですか。これ何本続く、100本ぐらいいっちゃうかな。さあ、2本目いきます。かわいい。ピッ。これテロップ入れてくださいね。てんてんてん丸。あ、ちょっと、はい、どうぞ。ちょっとさ、ボール、言い訳入りました。言い訳得意の言い訳入りました。さあ、2本目、ピッ。さあ、ちょっと小細工してます。緑が持ち、ますピッ。さあ、柔らかい、いい助走からエアー、ちょっと失速、気持ち的には当たってる感じでしたけどね。みんなね、あの、はい、ボールのこの空気あるでしょ、空気、ね、空気のところを、はい、向けるとよりね、PK とかで使ってほしいんだけど、それね、ずっとちょっと長いですね。先生、浅野コーチのパクリだから早くやってほしい。さあ、もう解説が入りました。聞きましたよ、皆さん。はい、3本目。おお、もうそうそうね、素振り3本目。さあ、3度目の正直。いやー、当たった。今当たった。プレッシャーかけたよ。来た。さあ、後がなくなった。プレッシャーを楽しんで。我々の頭脳根本コーチ、さあ、3度目のキックとなります。よし、行きます。ピッ。さあ、こちらは緑川コーチの勝ちとなりました。ありがとうございます。本当に、はい、やっぱり勝ち負けはね、常にこだわらないと、ね、いけないと思うし、ぼやかおとです。当たりや、負けました。みんな僕に投票してくれたかな。勝ちました。負けてはダメですよ。嘘はダメですよ。嘘は。じゃあ次回の動画で。じゃあまた。また。さよなら。はい。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。